サトチンです。みんなはスキンケアなどしてますでしょうか？僕はね、こういいおっさんになってきますと、いいお兄さんですかね、筋トレをしたり夜更かしをするとかなり体にガタがきます。そんなわけでね、今回はこちら、ブブッ、泥パック。小さな頃はこういうのぼったくりだろうとか思ってたんですけれども、こうおっさんになってくるとやってみたくなってきましたね。ということでやっていきましょう。箱を開けるとこんな感じですね。どんな感じなんだ、何色、おお、グレー、泥ですね。これを顔面に塗っていきます。硬いね。よいしょ、うわー、すげー、うわ、ワックスだ。この硬さワックスか。よいしょ。洗顔後よく水気を拭き取ってからご使用ください。目や口の周りを避けましょう。肌が隠れるぐらいの厚さにブラックマスクを塗ります。5分から10分放置します。その後ぬるま湯で洗いましょう。うわ、はい、これで5分から10分間放置します。やべえっすね、怪人泥パック男。キモ。使った量的にはこれ10回ぐらいいけるのかな、10回いけないぐらいですかね。はい、それではですね、10分経ったのでこちらを洗っていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。こうね、なんだろう、すごい、うん、ベタつきもせず、ベタつきもせず、こうカサカサでもなく、ファーストタッチはなかなか良かったですね。でも使うのめんどくさいですねこれ、うん、いつまでも若くいたいですね。はい、これは女性用じゃなくてメンズのやつなので、気になった方はやってみてはいかがでしょうか。やっぱね、永遠のテーマですよね、肌荒れ。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。メンズパック泥パックをやったという動画でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さあ、うわ、面白いね。もうおっさんだな、おっさんだよ。